皆さんどうもピーマンドウエスというわけで、今回俺と巨人の30年物語実況36回目になりますぞい。36回目の今回はもう対決したかありません。7月29日から始まるヤクルト3連戦をプレイしていこう。今季の対戦成績は3勝11敗。もうね、ほんとトラウマになるレベルでボコボコにされてるよ。ただただ11敗してるわけじゃないからね。完全にボコボコにされての11敗ですから、もうね、手が震えてる。うんこもしたい。もうどうしよう。はぁ、でもやるしかないよね。ここまで負け越してます。負けに負け越してますが、これ一応首位攻防戦となるわけですからね。この3連戦勝ち越しで終えればヤクルトと順位が並び、ほんで、3立てすればですね、一気にリーグ1位になれるわけだ。絶対に勝てない。今まで負けても良かったけど、ここは絶対に勝たないとダメなとこだからね。そして、この3連戦は、あえて、すべての試合、投手でプレイしていきます。ここまで投手でプレイして、このヤクルトボコボコンされてるわけなんだけど、俺は、あえて投手で、挑戦するよ。あえてね。よろしく。じゃあ、1戦目は出番設定で、ピンチになると操作していこう。今日の投手は誰だ？菅野だな。この一戦目、うちのエース、菅野に託すよ。現在、リーグで10勝上げて、これ最多勝取れるかというとこまで来てますからね。頑張っていただきたい。そして、打つ方では、重信調子は悪いんで、今日は大谷、ロフマン、長野2番、亀井3番。で、これでいいか。とりあえずこのベストオーダーで1戦目は戦っていこうと思う。相手怖え。畠山絶好調。上位陣もめっちゃ調子いい。ま、でもそれでも警戒すべきは山田、バレンティ、あの流れだよ。それ以外はもう、考えないようにしないと。山田とバレンティンを抑えることで今俺の頭の中は埋め尽くされている。この二人以外の顔が出てこないね。今季15回戦目、大事な1戦目だ。うわぁ、1回からいきなりピンチ。ワンアウトランナー2塁。これ見てよ、うちの菅野でさえもこれだからね。いや、これ川端抑えて2アウトにして山田に回さないとダメなところ。ワンアウトランナー1塁3塁で山田、この成績見てよお前。打率おかしいだろ。本塁打もおかしいよ。でも抑えるしかないんだよ。怖えーなー。誰か、いやいやいや、フォーク振れよ。絶対振るやん。外逃げるスライダー、これも無反応。おかしいだろ。フォークでいくわ。よし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 、金井の山田を抑えた。まだ終わったわけではない。このバレンティンも打っている。まあ山田ほどではないけどね。ただここで仕留めたいとこだ。よし、これで追い込みました。一つ外したボール、完全なボール球。カウントはワンボール。いや振るやん。投げた。あかん。どれを選択すればいいんだこれ。あー、引っ張り警戒でインコースフォーク。どうだ、センター前に落ちるか。大丈夫だね。オッケー。1回のピンチゼロ。本当にもう死んだかなと思った。1回からこれ大炎上、大爆発あってもおかしくなかったぞ。しかし山田、バレンティン連続で抑えた。頼む、もう菅野ピンチは招かないでくれ。うわ、もう2戦2回もすぐこれかい。嘘だろこれ。第2球投げた。アウトコース低めストライク。ああ、投げました。完全に外れた。まあでも8番今波だから余裕だ。余裕じゃないわ。もうなんなんだよ。上位でも捕まり、下位でも捕まり、どうしろと。これバント警戒しよう。スクイズ多いからねこのゲーム。相手スクイズ対応してくるから。カウントワンボールワンストライク。よし、もうこれピッチャーはあっさりいこうよ。投げました。よし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 。でワンアウトランナー満塁。1番が雄平かい。リードオフマンが14本も打ってるってずるいわ。投げました。ボール、カウントワンボールワンストライク。投げた。ストレートはボール、カウンターツーボールワンストライクです。よし、第5球投げた。オッケー。フォークで三振、ツーアウト。三振でピンチをしのぎます。怖え。満塁のピンチで迎えるんで中村。
キャッチャー中村が2番なのか。でも今日2ベース打ってるからね。よっしゃー、もう頼む、菅野ゼロでいこう。もう得点圏のピンチはノーよ今日は。いや、もういや、2イニング連続で捕まってるからね。スタミナももう半分切ってるっていう。よしよし、5回もゼロ。あー捕まるかー。わー、ターニングポイントだ。やーばー、なんだこれは、どうする。ワンアウトランナー二塁一塁、ここで山田。おおおおおお、レッツゴー、イエス。マジかマジかマジか、初球で抑えられた。よかったよかったよかった。でバレンティンも今日は2の0。いけるねいけるね。よっしゃー、ナイス。2者連続のポップフライ、センキューベルマッチ。状態は悪いのか、いいコースついてるのか、どっちだろうね。山田を初球ショートフライ、バレンティンも3球目でキャッチャーフライで0でいけたね。よし、先制点入った。2点、乗り切れよ。何をしてる山口。久々の一軍の登板で、あんた捕まるなよこんなとこで。よし、ただここがツーアウト。でこれ山田に回るイニングになるからね。外野前進だな。絶対山田回しちゃダメだわ。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス、イエス。7回逃げ切った。あと2イニング、レッツゴーレッツゴーレッツゴーゴーレッツゴーレッツゴーレッツゴーゴー。絶対逃げ切るぞ、頼むぞ。多分この次のイニング勝つ気が投げて、最後沢村、これでゲームセット決まった。負ける未来は見えない。オッケー、逃げ切り成功。チームは 2-0、 この一戦目を勝利することができて、これがこれでゲーム差1ゲーム差。ナイス、よく逃げ切った。いや菅野危なかったけどね、6回無失点。よっしゃ、もう何点取られてもいいやなんて思って投げて、どうせ負けるんだからと思ってたら勝てるっていうね。今季11勝目、沢村もよく抑えてくれた。今季22セーブ目。ヤクルトはほんと最後まで油断ならん。ほんで今日打ったのは誰だ、あ、クルーズのショートゴロの間に1点、男村田の2ベースで1点だね。ただ男村田今日エラーしてるね。うん、さっきになったんだ。川端の3打席目でサードのエラーで出塁してたからね。男村田、何やってんの。まあ、でも打点上げたからね、全然問題ない。うん、オッケー、素晴らしいね。エラーしたなら打撃で取り返す、当たり前のことだよね。無事勝つことができた。それも完封勝利だ。非常に意味のある勝利となっただろうね。さて、次の2戦目大事だよ。ここ負けたら何の意味もないからね。この2戦連続勝利で、並ぶわけだ、順位が。先発誰行こう。大竹、いや。マイコラスかな。まあ、菅野同様、6回投げてくれたら俺的には全然もういいかな。それ以上のことはもう求めないよ。6回投げて3失点 9S 達成してもらいたいね。で今日、重信外して亀井をリードオフ、まあ、じゃない、亀、まあ、もうさっきと同じですね。で、どうしようかな。坂本長身で打順上げようかな。7番で使うのもったいないよな。男村田、でも男村田さっき打ったしね。阿部をちょっと外して、こうしよう。ほんで、坂本6番、阿部を7番にすればいいんだ。うん。んで、今回もピンチになると操作ね。とにかく抑えてやる。2戦連続な。必ずね、山田バレンティンを完璧に抑えたことが大きかったよ。どっちかに打たれてたら間違いなく1点以上入ってるのは確実だったからね。あの二人だ。でもどっちかといえばやっぱ山田の方が怖えな。山田敬遠でいいかな。わーお、1回かなこれ。そしてワンアウトランナー1塁、先制点も入ってる。俺が打たれる前にマイコラスが普通に打たれるというね。ただ山田を抑えて2アウト、いい、1点取られても山田を抑えれば全然問題ないわ。なんか感覚が麻痺しちゃってるような気がする。それで本当にいいのかと。でもしゃあない、それくらいだからね。山田はそれくらい怖いということだよ。うん、バレンティンも抑えました、イエース。今んとこ俺が操作した中ではバレンティン、山田連続で打たれることもなければどっちかに打たれることもないね。どっちとも抑えてるっていう、まぐれなのか実力なのかどっちか分かんないけどもね。うん、ちょっと1点早く取って。マイコラスいいぞ。1回以降ピンチ招いてない。6回も7回も、あー、ただ7回捕まる。いやいや、もうマイコラスお疲れ様、もういいもういい、もう望まない、よく頑張ってくれた、もういいもういい、かわいそうになってきたわ。山口行こう。
ここは6番荒木、もうバレンティン山田の峠は超えてるからね。まあ、ランナー二塁一塁でピンチだけども、ここを抑えて後続の援護を信じよう。これで追い込みました。今日は1点も入ってないぞ。危ない球、第4球を投げた、低めのボール引っ掛けた、男村か、取れない、タイムリーかー、ノー、サード投げとくんだったら失敗したな。今ランナー全部進まれたよ。うーわ、ここは楽に行こうって言ってたら打たれるっていうね。もう何なんだよ、山田に打たれたかったこんなんだったら。しょうもないやつ打たれるほどしょうもないことはないわ。はい、オッケー、はい、ダブルプレー、ごっつぁんでーす。じゃあ、追加点が入って2点差、援護はないか、ないね。うわ、8回も捕まってんじゃねえか、勝木どうした。ここまで完璧なピッチングだったんだけどね。防御率も見ても 0.39 なんだが、ここでピンチ。ああ、もう最悪だ、出た出た出た、この外野前に落ちるパターンのやつ。やばいぞ、3点入ったら確実に負けるわ。川端を抑えたいとこなんだけど、これはもう前進守備だね。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス、アイゲッチ、あーゲッツ欲しかったな。山田なんだ、悪いね、山田だぜ。これもう押し出しフォアボールで1点はしゃあないと思うしかないんじゃないの。いや待て、俺のこの勝木は防御率 0.39 だ、何も恐れることはないだろう。頼むぞ、これは怖いぞお前。取って、ナイスアンベ、素晴らしい、よく取った、ナイスキャッチ、ナイスプレー。追加点はなしだ。あれ9回も捕まるんかい。いやもう勝木さすがにいいわ。もうまだ行く、まあでもっていう後だからね、踏ん張りどころだな。あーでも失投が多くなるな。はい失投だ、あーホームランだ、変えとけばよかったね。はいバカ、もうちょっとパープルはスタミナ切れたら失投癖直してほしいわ。スタミナ切れるだけで投げれなくなるんだからね。ちょっともうちょっと判定は甘くしてもいい。チームは 4-0 で負け、逆こっちが逆に完封負け食らうっていうね。もう最後の2点は完全なるこのゲームの仕様のミスだけどね。ちょっとスタミナなくなると本当ど真ん中に入るんだから、そんなんじゃ野球できないよ。すぐスタミナ切れるんだからこのゲーム。はあ、どうした、打つ方では6安打打って、これかい。うわ、亀井が4-0。これ外すべきだったね。使うんじゃなかった。もったいねえわ。坂本の打順上げたことは良かったんだけど、その前後は全然塁に出てないんだから意味ないわな。失敗した。ノリノリに入ってるからといって亀井を使うんじゃなかった。これは無駄な試合だよ。ここで落としちゃダメだろうに。これで1勝1敗。いっぱい。いや、もう次は仮面外します。使えないね。さて、3戦目。当然最後もピンチで操作していくが。まあでも山田は抑えてる。さっきも、まあ危ない打球あったけどね。オム林行きましょうよ。もったいない試合だ、さっきのは。勝てたぞ。仮面を外して、うわ、蝶野重信調子悪いのか。あー、じゃあガードナーデビュー戦と行こうよ。俺が取った新外国人ね。ガードナーをライトで使っていくわ。でまあ3番はさすがにあれなんで、坂本を3番にしてガードナー7番だな。これで OK だ。クルーズも調子悪いからね。クルーズちょっと打順下げましょう。ガードナー6番、ほんで村田よ阿部を全体的に打順上げてね。で重信もあれだしな、まあでも打つだろう。2番重信、リードフマンを応担しましょう。3戦目これでいこうよ。さて勝ち越しなるか。勝ち越しともなれば初めてじゃない、ヤクルト戦勝ち越しは。初めてなような気がするな。多分ね。まあどうでもいいや。とりあえず勝つことだ。過去の戦いなんて俺には関係ねえ。現在の戦いを見ていこう。はい、オム林。誰に打たれたのかな ?1 回から2失点。早すぎるよ、お前は。いつもね。誰に打たれたんだ、ああ、山田にホームラン打たれてるわ。バレンティンにもツーベースヒットね。オッケー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 。そういうことね。山田にツーランホームラン打たれたんだ。ふん、すごいね。家族に自慢しなさい、お前し。僕、山田にホームラン打たれたんだ。すごいだろうって。やっときゃいいんだよ。あら、ど真ん中失投。ダメだな。はい、もう、3戦目。1回にして負けの
雰囲気漂ってるっていうね。はい、3失点。連続ヒットだよ。何これ、もう1回から静まり返ってんだけど、東京ドーム。何の盛り上がりもないよ。こんなんでプロ野球運営できんのか。ファン誰も来ねえよ、こんな。ようやく1回終わったね。ただ3失点、何も褒めるとこはない。まあ、あとはガードナーの片手役だけだね。それだけ見ていこう。ほらね、ほらね、何回も捕まる、バカだからね。天然じゃなくてバカだからね。ほんで、山田か。これはあかんよ。わずかに外れました。投げた。内角低め。外れてボール。カウンター2ボールノーストライク。あ、もうフォアボールでいい。もういい。もういい、もういい。次のバレンティンと勝負だね。もちろん次のバレンティンに打たれたら何の意味もないけどね。よし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 、どうだ、シゲノも追いつくか、頼む。あー、もったいないな、追いついてほしかったわ。イエース、ゲームセット。あー、センター前に落ちる。もうなんでだよ、遅いだからって思ったらこれだもんね。もうなんなんだこの外野前率は。おかしいだろ、俺の時そんなん全然ないじゃん。もうこれなんなの、1試合に2個以上は絶対あるんだけど、外野前に落ちるの。もう抑えたと思ってこれだもんね。クソつまらんわ。もうなんだよ本当に。あ、これまた外野前に落ちるやつだ。取れないね。6失点。2者連続のヒットも常に外野前進敷いておかないとダメだね。なんだこの打撃技術は。め、全員メジャー行けや。はい、ど真ん中失投。何全員イチローみたいなことしてんだよ。できもしねえのによ。ゲームだとできるってどんなゲームだよ。ひどい。お前し2軍決定だな。はい、決定。もういかん。もう使わん。もう使いません。はははは、使えないね、無理。大林2塁行けて、今季はもう使わん。他のピッチャーで行く。ノーアウトランナー1塁2塁となりまして、坂口今日はファーストゴロとサードゴロ打ちました。1、2塁間への月月セカンドフォースアウト。はい、オッケー。ジャイアンツなおもピンチが続きます。カットボール見送ってストライク。投げた、流し打ち、これはサード真正面、アウト。スリーアウトチェンジ。アウト一つ一つが全然楽しくないっていうね。初回で負けが決定してんだもん。とのチームは、ああ、もうせっかくアホじゃねえの、一挙5得点取ったのに。なんでその後中継ぎも捕まるんだよ。また追加点空いてんじゃねえか、このクソ藤川も使えんな。藤川が悪いのか知らんけども。ちょっと待ってくれよ、お前一挙5得点の後にまたピンチ招くんかい。どういうクソチームだよ。オッケー、分からんぞ今日の試合。捨てたもんじゃないな。もう先発はクソ。オムヘイシ2軍行きは決定しとるけども、また一挙得点ないか。3回の5得点みたいな感じでよ、ないか頼む。あら、8回捕まる。山口踏ん張りどころだ。絶対山田に回すな。あー、ファールファールファール。イエスイエスイエス。オッケー。おし、男村田取って。ふぅ、あるぞあるぞ。今日の試合まだ捨てたもんじゃない。あの爆発力を見せろ、8回裏に。ない、嘘やん。オッケー、大丈夫、これは太田の守備範囲だ。で、ワンアウトランナー二塁。はい、オッケー。この山口のチェンジアップは打てへんで。今日はここまで4打数1安打。投げました。このボールも空振り。タイミング合いません。投げました。あ、バットの先。どうだ。大丈夫だね。オッケー、9回裏のドラマを信じましょう。負け越すわけにはいかない。どうだ、首位攻防戦。ない、ゲームセット。チームは5対8ボコボコにやられたよ。決勝ツーラン、山田に打たれちゃいましたね。
最後の最後で山田に打たれるというクソっぷり。はい、阿部が今季21号、山田今季26号が生まれ、オムハヤシは今季5敗目、もう1イニング、2イニング目、初回のね、早いイニングでのこの成績を見たならば、もう2軍行きは決定ですね。今後は使いませんので、2年目、また、次のシーズンで頑張ってください。今シーズンはもう1回も使いません。これから先ね。あー、はいはい、5得点入ったのは、阿部、そして、坂本の一打だね。ふんふん、これで入ったんだな。阿部がスリーランホームランだ。それ以外は何もしてないよ。男村田4の0。お、ガードナーも4の0。はは、3の0ね。ヒデ、ノーランドも言っててない。クルーズも4の0。この辺が全然ダメだね。で、オムハヤシは3回投げて7失点。クソっぷりだね。地獄へ落ちろ、藤川もてめえ失点しやがって、この野郎。残るクモンと山口は抑えてくれたんだけどね。右ピッチャーの情けなさだけが寝た試合だよ。はい、これで7月最後のカードでしたからね。7月が終了し、8月突入となるわけよ。最悪の7月の終わり方だね。MVP はバレンティンか。投手ではイエース、うちの菅野が獲得。素晴らしい。ほんで野手、うわ、4割5分5で柳田か。で、塩見。柳田えぐ。よかった、パリーグにいて、柳田がね。これ、セリーグにいたら最悪だよ。まあ、山田という化け物もおるけどね。7月の月間 MVP、投手部門で取れたね。うん。あら、またや、阿部のパワーが落ちたかな。はい、次回の実況から中日3連戦になりますかね。合ってますか？はい、合って、いや、違いますね。2戦だ。中日2連戦ね、が始まりますよ。今季の対戦成績は11勝2敗、1引き分けとね、非常に相性がいいので、このヤクルト戦で負けた悔しさをですね、ぶつけていこうよ。さて、誰をあげるかな？内海だな。うん。高木を外し、下ろして内海を使っていきましょう。オムヘイシはもう何度も言ってる通り、今季はもう使いません。うん。使えない。使いませんというか、使えない。単純にね。で、ガードナーいきなりやらかしたからな。でもまあ3打席しかまだ立ってないからね。ちょっと怒りを覚えたけどね。この、なんじゃこのクソピッチャーとは思ったけども。まあいい、全然いい。全員調子次第になってるな。内海も勝ち投手だな。勝利投手の権利降りたらさっさと降りてくれ。で、田口くんはスタミナの限界まで行ってみようか。いや、無理だな。調子次第。これで OK だ。よしよし、この分、投手陣で戦っていきましょうよ。さて、じゃあ次回から始まる中日戦お楽しみにね。今回もヤクルト戦に負け越して順位はリーグ2、ゲーム差も3ゲームとさらに空いちゃいましたね。また次回見てくれ。グッバイ、また会おう。